パームで一番気になるのはもうトレードより近藤が FA するのかどうかだけだね、はい、あれ今年でしたっけ。そうだよ、今年で複数年切れるから、はい、俺が一つ気になるのは、はい、ビッグボスはね、うん、そのキャンプからずっと、はい、優勝狙いませんと、はいね、っていう言ってるけども、うん、近藤一人だけが優勝したいですって言ってる。うん、このギャップ何みたいな。まあそれ絶対的なレギュラーっていうのは、うん、勝つこと優勝することが喜びなの、はい、絶対的なレギュラーじゃない人って試合出ることが喜びだから、うん、この喜びの度合いが違うのよ、うん、だから多分他の選手というのは試合あんまり出ない選手というのは 出る、はい、出たら嬉しいから勝った負けるよりも出てる自分が嬉しい。でも絶対的な人っていうのは出るのが当たり前だから、うん、勝つことが嬉しいし優勝したい。だからここのギャップがあるんだよ、ね、選手間同士でも、うん、近藤だけ一人だけ違うこと言ってるから、はい、そういった時に優勝したいんだったら、うん、今のままで来年の日本ハムの優勝はする可能性あるよ、はい、でも現状としては俺の予想では難しいんちゃうかと思った時に、はい、ひょっとしたらよ優勝したいっていうことがあって FA 移籍もあるよ。優勝したいから FA 可能性もあるじゃん。そっちの方がトレードよ